本センチュリー交響楽団チェロの北口大輔です。日本センチュリー交響楽団ファゴット奏者の安井雄飛です。コロナっていうのがありましたけども、その間僕たちは活動を自粛という形で、技術文化が止まりそうな雰囲気がありましたけど、それだけは絶対避けなければいけないと。私たちは食料は例えばスーパーに買い物行きますし、勉強は学校でしますけど、心を豊かにするのは芸術文化なので、それは止めることをやめないで、今回のコンサートが実現できたことをすごく嬉しく思います。我々もやっぱり活動がなかなかできない時期がありましたけれども、そういった中でもね、家で、演奏家それぞれが自分の、芸術性を高めたり、ちょっとやっぱり音楽とは違うことをやってみたりして、見識を深めたり、ちょっと違う経験をしたり、そんなものも全部自分たちの音楽性に息づいているかなと思いますので、コロナのこういうちょっと演奏ができない時期っていうのは悪いことだけではなかったなと感じています。なのでまた演奏会の時にね、僕たちのさらに違う新しい演奏をですね、皆様にお聞かせできたらなと思っております。昨年5月は、コロナで中止になりましたけども、今回、実現、皆さんの前で演奏できるという、演奏するっていうのは僕たちが演奏するのはもちろんですけども、お客さんたちがその音楽を感じてこの空間を、共有するっていうのが、コンサートだと思っておりますので、今回はその空間を同じ時間を共有できたことをすごく嬉しく思います。大変長くお待たせしてしまったなとは思うんですけれども、せっかく会場でね、また音楽を聴いていただける機会が、できましたので、もちろんオーケストラの全体的な響きももちろんそうですけど、いつもより目を凝らしていろいろな楽器がやっぱりあって、いろいろな音が流れているので、そういったところでね、楽器のファンというか、あの楽器が好きだな、この楽器が好きだなとかっていう、もっとこう、なんて言うんだろうな、こだわりのある好きになり方を探してみていただきたいなと思います。5月30日、ルシオールアートキッズフェスティバル、皆様に会場でお会いできることを楽しみにしております。